どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーラーのショータです。えー、リップルのね、相場解説をやっていきます。えー、今現在46.690円ということで、まあ、ここで跳ね返ってるんですけど、これなんでかっていうと、まあ、要するにここに、ね、あの、ゾーンがあるんですね。これね。えー、と、まあ、まずね、あの、ここ40円という切り板ですね。えー、切り板っていうのは、いつだって、 で多くのトレーダーが意識するんで、まあ、切り板近くまで来ると、まあ、反発する習性が働くんですねでもまあその切り板のノウハウだけで考えるのはこれは,まあ浅,はか浅はかな考えなんで他にもいろんな、えーまあ、ノウハウですねいろんなノウハウを駆使して、まあ、複合的に考えていく力が必要になってくるんですけど、えー、でまああのここですねさっき言ったゾーンですね ゾーンがまあここからこの間であるんですね。えー、っとね、まあ、ちょっと、えー、っと、マークというかね、長方形で、えー、マークしますと、まあ、要するにこっからここ、これがね、あのゾーンなんです。えー、これ、なん何のゾーンかというと、まあ、要するにね、ここに、あの、まあ、戻り高値があるんですよ。うん、で、このヒゲからこの実 大ですね要するにこのヒゲの間これこれがね要するにゾーンになるんです、えー、こういうところまでこう差し込んでくると再び反発する力っていうのが働きますはいでもこのゾーンだけじゃだけじゃ弱いわけですねで今回ここ、えー、ゾーン以外に何があったかっていうとこの、えー、すぐ下に、えー、こういうね40円という切り板がここにあったわけですはい、えー まあ、切り板にライン引きますと要するにこういうことですねうんここね40円という切り板もすぐ下に待ち構えていたとだからこういうところまで、えー、近くなれば近くなるほど反発して上昇す、えー、上昇する、えーまあ、修正が働い,あの働いてくるというかそんな感じですでまたこの40円という切り板が、まあ、ここの戻り高値とも重なっているってことですねうん だからまあ、だろうな。まあ、大きく見ると、まあ、こから、この切り板から、40円の切り板から42.868円という、この戻り高値。この間が、まあ、要するに、ゾーンになっていたということですね。で、まあ、このゾーン、ぐらいまで差し込んできたから、まあ、大きく反発して上昇しているっていうことです。 そういういことなんですねで、まあ、今後の流れなんですけども、えー、まあいろいろとねシナリオは考えれるんですけども、まあ、ちょっとペンでね、あのー、ペンというかブラシで書いていきますとまあこう,こう今下落してますよねでこれ板反発しているでここから例えばですねもう一回下落して でここからまた反発して上昇しでここのまあ言ったらこれダブルボトムになってるわけですねこうなったらでこのダブルボトムのこのネックラインですね例えばこう明確に上抜いてですねでそこからですね一旦このネックラインに押しをつけてもう一回上昇してそしてこの直近の高値をまた明確に抜いてきた場合ですね この場合、上昇の優位性がかなり強くなるんで、えー、そのままぐいぐいとですね、まあこうギザ、ギザギザしながらですね、こう上昇してきやすくなります。こうなるとね。うん、ただですね、えー、ただ、えー、ここからですね、まあ、こう上昇しますよね。で、ここから、まあ、あのー、再びこう下落してですね、 この直近、ここの直近の安値を明確にこれ下、下に抜いて、えー、しまったらですね、まあ、その後ですね、まあこういうね、あのー、逆三尊天井ですね、まあ、逆ヘッドショルダーとも言ったりしますけど、こういう逆ヘッドショルダーを作って、で、まあこういうネックラインに押し付けて、こう上昇していくっていうパターンももちろんあるんですよ。こういうパターンもあるんですけど、 まあこうダウ理論の考えから言うとねあのまあ一旦こう安値をねえ下回るということは下落トレンド継続ということになるんでその後ですねまあこうちっちゃい戻りをねまあこういう直近の安値安値というかえまああのこういうところですねこういうところにちっちゃい戻りつけてですねちょっともう一回書き直しますけど要するにこういう でここでちっちゃい戻りつけてからのもう一回下落してですね。そして、えっ、ー、と、この直近の、まあ、最安値付近ですね。こういう、まあ、ここら辺ぐらいでしょうかね。うん。えっ、ー、と、ちょっと水平線引きますと、まあ、この辺ね。えー、ここでも反発してるし、ここでも反発してますよね。うん。 まあ結構強力なラインなんですね。28.384。こういうところぐらいまで目指してきやすいです。まあただその場合28.384を目指すまでに、この上にね、これ、ここにね、えー、いつだって忘れてはならない、えー、30円という切り板ですね。またもや30円という切り板がここにありますので、まあこういうところで跳ね返って、えー、また上昇してくる可能性あるんで、うん。 まあだからそのこの辺でもプライスアクションをね、まあ、よくこう見極めて、えー、いけばいいということになります。はい。そんな感じですね。そしてですね、まあ、ここからですね、まあ、一旦また書き直して。えっと、あの、まあ、今ね、現段階で押しが作られているのはここですよね。で、この押しで本格的に えー、もしですよ上昇したとなるとえー、っとこのねこれこの上昇の波分ですね、えー、この上昇の波の値幅分ですねえこう上についてくるっていう可能性が出てくるんですね、えー、もしねこの押しから本格的に上昇したとするならですね うん、そうなると目標地点、ここになります。えっ、ー、と、大体いい88.281円ぐらいですね。もしくはですね、えっ、ー、と、もっと上昇の勢いがもっと強かった場合ですね。えっ、ー、と、まあ、再びちょっと測り直しまして、えー、上昇の勢いが激しかった場合、もうこの値幅分丸ごと上についてくるっていう、 えー、パターンもありますその場合はこうこうですね。ってなると121円ぐらいですねうん121円ぐらいまで上昇してくるっていう流れになります。まあ、もちろんね、えー、ここに来るまでにね、えー、幾度となくこう、まあ、止められやすいポイントっていうのはもちろんあるんですけどもまああのー、なんだろうな、えー、上昇の勢いが。 限りなく強かった場合はまあ結構ね短期間の間にこの121円とかねここぐらいまで目指してくる可能性っていうのが、まあ、出てくるわけですね。うんまあ、だから121円付近かもしくはまあこうこう上につけて、うん、まあ88円、うんまあ、この間ぐらいですねぐらいまでこう目指してくる、えー、可能性っていうのがもちろんね、うん、あるわけですね。 まあだからですね、例えば、まあまずこうですよね。やっぱり、まあ1、2、3と下がってるわけですけど、まあこれね、ダブルトップ作られてまして、この、こういうふうにトレンドライン引けます。まあこういうね、トレンドラインを、もしこう、まあ上抜くことがあればですね、まあその辺から、まあこんな感じでぐいぐい、上昇の優位性っていうのが高まって、 ぐんぐん上昇してくる流れになりやすいです。うんまあ、だから、まだ全然ここのトレンドライン抜いてないので、うん、あのー、まあ、とりあえず覚えておいてください。こういうトレンドラインを抜いてから、えー、上昇の優位性がどんどん高まってくるというね。この流れ覚えておいてくださいということですね、うん。そして、えー、っと、 トレンドラインじゃなくて。えっ、ー、と、あら。ちょっと待ってくださいね。いえっ、ー、と、平行チャンネルですね。平行チャンネル使って。まあ、大体アバウトですけど。うん。まあ、平行チャンネルの観点から導き出すと、 まあこう下がって、こう上がって、こう下がって、ね、結構この下限ラインですね。うん。この下限ライン付近まで到達してるんで、ってなると、この平行チャンネルの観点から言うと、流れ的には次、上昇して、この上限ラインを目指してきやすい流れになります。で、ここで、この上限ラインタッチして、再びこう下落してきた場合ですね。こういう形になりますよね。で、この形。 にもしなった場合あの、まあ、皆さん非常にあの僕のね動画講座を昔から見てくださってる方は非常にあの見覚えがある、えー、チャートの形だと思うんですけどこれ要するにあのウォルフ波動ということなんですねえっ、ー、とですねあの、まあ、ちょっと色変えましょうかね、まあ、結構今有料級の話やっちゃってるんですけど思わず、まあ、出血大サービスというかあこれの色は変わっちゃってるなちょっと待ってくださいねえっ、ー、と新しく 黄色でいいかあのですね、要するに、まあ1ってことですね。1、2、3、4、5ってことになるんですね。で、これって何かというと、オルファードなんですね。うん。1、2、3、4、5ときて、ほんで、ここからですね。えー、っと、ちょっと待ってくださいよ。また緑にして。 でもここからですね、こう上昇してですよ。で、この24ラインですね、24ラインを抜いてきたと、明確に抜いてきたら、そこからぐんぐん上昇して、そして、こう14ラインが引けることになるんですね。14ラインがね、ピーと引けることになるんですけど、そしたら、ちょっとこれ長かったですね、ゴール地点が、えっ、ー ゴール地点がここになるというこことですでこういうシナリオが組めるって感じですね。うん。まあ、これがウォルフ波動の原理になります。うん。まあこういうあのー、なんだろうな、えーまあ、ウォルフ波動以外のまあこのチャンネルとかね、えー、他にもいろんなチャートパターンとか、あのー、まあ全部においてそうなんですけど、あのー、これらのまあトレードノウハウっていうのはですね、 えー、FX だけじゃなくてこういったあの仮想通貨であろうと株式投資であろうとバイナリーオプションであろうとな何でもあの応用できるんですよね、うん。応用できるんですよ。なのでまあ一度ねこうまあしっかり学習して極めておけばですね、えー、もうかなりこうなんだろうなその後、えーまあ、何度も使えるというかですね。うん。まあ、だからまあ 一回し、ね、しっかり学習しておいいいいた方がいいと思います。こういった、えー、トレードノウハウはね、一通りね、えー、しっかりとあの全体的に学習を、えー、しておけばですね、えー、今後、もうなんだろうな、その知識が結局、まあ、財産になっていくというかですね、うん、その投資で資産を増やしていくにあたって、ものすごくやっぱあの役に立つ情報でしかないんで。 だからまあ、まずは、えー、いろいろとトレードノウハウをしっかり学んで、極めていくと、うんで。それをですね、あのやっていけばですね、まあ、重要なあのポイントまで、あのー、差し掛かってきた際での、まあ、正しいプライスアクションの見極め方っていうのも、あのーまあ、そのスキルもこう、まあ、どんどん身についてくるというかですね、結局こういった いいろんなチャーーートトパターンとか、えー、こういったトレードノウハウですねウォルフカードとか平行チャンネルとか、えー、いろんなトレードノウハウをどんどんしっかり極めていけばその重要なあのポイントに差し掛かってきた際のプライスアクションをこう、まあ、見極めるっていうところにも、えー、つながってくるんですね、うん。だからこう全てのトレードノウハウっていうのはもう無駄じゃないというかですねあのあの全部において、えー、すごく。 あの必要なあの要素なんで、だからあの真剣にね、投資で莫大にね、資産を増やしていきたいというふうに考えているんであれば、こういったさまざまなトレードノウハウの学習っていうのはですね、面倒くさがらずにあの真剣に学習していくことをですね、僕は、 まあ推奨しているというかあの僕はそういうふうに今まであの僕の視聴者の方々には教えてきております。はいまあ、ちょっとこう難しいあの言葉とかいろいろあのいろいろとねあの話したんであのちょっと難しいって、えー、あの思ってしまっている方もいると思うんですけどまあんだろうな。 まあ僕の動画講座をですね、まあ、何回も見直して、えー、見直していったり、まあ、自分であのインターネットでね、こう言葉の意味とかね、こう調べたりとかしていけばですね、まあ、僕が話している内容とかちゃんとあの理解できるようになってくると思いますんで、まああので、なんだろうな、えーまあ、結局ねあの、お金を稼ぐためにあのやるわけですからあの、投資っていうのはね、うんまあ、真剣にお金を稼ぎたいのであれば、 あのねちょっとそうやってねあの勉強するっていうのは、まあ、むしろこうなんだろうな面倒くさいっていうよりいう,いうよりかはもうむしろこう、まあ、楽しんでですね、うん、楽しみながらあのできるようになってくるんじゃないのかなって思いますんで、うん、だからその大切大切なのはあの結局その気持ちの問題ですよねやる気の問題というか、うん、そのモチベーションがあの 結構鍵を握ってるところもありますんで、まあ、だからこういうあのトレードの学習をその楽しみながらやれるのかそれとも面倒くさがりながらやるのかでその、まあ、頭にね頭に入ってくるあのまあ容量というかですね、うん、そうそうまあそのイン,インプットの質というかですね、うん まあ質の悪いインプットをやってもあんまり意味がないので、まあ、質のいいインプットをしていってほしいなって思いますねそのためにこう楽しみながら、えー、トレードの学習をしていくっていうのは,いうのはもう非常に重要な要素なんでまずこれをできるようになってほしいなって思いますね、まあ、せっかく学習するんですからやっぱ楽しみながらやんないと意味がないと思うんですよねあの苦痛に感じながらですね めんどくせえなって思いながら、ええー、やるのはちょっと違うなって思いますんで、うん。結局こうね、あの、莫大な、莫大な資産を、あの、築き上げていくっていうところにつながってくるわけですから、それほど、あの、楽しい学習っていうのはないと思うんですよね。うん。だからそういう部分とかも心がけてね、あの、トレードの学習、日々取り組んでいってほしいなって思いますね。はい。えー、っと。 でえっとまあ、この動画の下の、ね、説明欄にあの僕の LINE アットの、ね、リンクとか、まあ、僕のブログのリンクとかあとまあ僕のトレード教材のリンクとかいろいろとあの載せてるんで、まあ、全てにおいてあなたがあの今後、ね、最短最速で、えー、投資すなわちトレードで資産を効率よく莫大に増やしていくにあたって役に立つ情報ばっかりなんで まあぜひね、この動画の下の説明欄に載せている、まあ、いろいろな情報をですねあの、ぜひチェックしていただけたらなと思います。それこそですね、えー、っと、まあ、もし何か僕に聞きたいこととか、ご質問とかご相談とかあったら僕の LINE アットをね、友達登録して、で、まあ、トークの方にですね、あの、まあ、ご質問とかいただけたら、あのちゃんと、えー、あの返信いたしますし、 で、あと、ま、僕の LINE やと友達登録した方には無料プレゼント差し上げてますんで、まあ、その詳細もね、この動画下の説明欄に書いてるんで、まあ、よかったら、あの、見てほしいんですけど、あと、ま、ブログにもね、ブログの方でも、あの、まあ、僕は基本的にあの、短期トレードに関しては FX をやってるんですけど、その、おすすめの FX の証券会社、の、XM について詳しく書いてる、えー、書いていたりとかもしますんで、まあ、ぜひブログも見てほしいですし、 あと、えっ、ー、と、こういったね、あの、まあ、テクニカル分析をしながらトレードをする裁量トレードですね。この裁量トレードをとにかく極めていきたいと。あの、重要なポイントに差し掛かった際のプライスアクションを、あの、まあ、見極めていく、えー、そのスキルをあのしっかり養っていきたいというふうに。 考えている方ですねそういう方はですね、あの僕のトレード教材の焦打式12点を特セットっていうのがあるんですけど、こちらはあの僕のトレード教材の中で今現在え一番多くのえまあ上昇トレーダーをですね、あの量産することができているえトレード教材になりますんで、ものすごくえご,ご,あのご好評いただいております。この焦打式12点を特セットで人生がえもうあのかなり激変した,激変したと、もういい方向に180度変わったと。 えーまあ、言ってくださっている方々も本当に多くてですねだから今までずっと負け組トレーダーだったのが昇太式12頭特セットで学習を始めてで上昇トレーダーの仲間入りを果たしてで今ではもう経済的にも時間的にも精神的にも環境的にもあの真の自由を手に入れているそんな、えーまあ、トレーダーの方々です、ね、トレーダーの方々がたくさんいらっしゃるんですね。 まあなんかそういった、まあ、翔式12点お得特ットといったような、まあ僕のトレード教材の、あの、詳細となるリンクもね、この動画下の説明欄に載っけてたりするんで、良ければまあいろいろとね、あの、チェックしていただけたらなと思います。はい。というわけで今回のね、動画、え、ためになりましたら動画の高評価とか、YouTube チャンネル登録などよろしくお願いします。ありがとうございました。プロトレーダーの招待でした。失礼します。